これはいったべや。プレゼントしたいと思います。はい、どうも翔平 TV です。本日はこちらのバットを紹介します。はい、こちらです。こちら製造中止となっています、ビヨンドマックスメガキング2ですね。はい、こちらがですね、85センチの 780g のバットですね。うるせえっつって。はい、でこちらまだ未開封です。こちらが84センチの 740g となっております。今回ですね、こちらの2本のバットあります。でこちらはまだ開封していません。でこちら85センチの 780g、 ちょっと重いですけど、こちらを使ってロングティーをしてみたいと思います。はい、それではいきます。では打ってきます。いきましょう。お願いします。はい、重たい。やばくない？なんだ、がっちり掴んでる感じ。どうぞ。あ、背面キャッチしたぞ今。背面キャッチしたぞ。おい。おい。行ったんだ。行ってないか。あ、普通ね。手前。はい、というわけでやってまいりました。今回ですね、85センチ、780グラムのこちらのビヨンドってきたんですけども、やっぱりあの重さがすごい感じられるんで、あまりこう、満振りしなくてもバコンと飛んでいくような感じでしたね。飛ばすね。飛ばしました。飛ばすね、翔平さん。いい感じでした。このイボイボ、いいなと思いました。はい、ちなみにこちらですね、ベースボールタウンさんでまだまだ、販売されてるそうなんで、興味がありましたらこちら、チェックしてみてください。そしてですね、今回こちらの未開封の方のビヨンドマックスメガキング2、84センチ740g ですね、こちらのバットをなんとこの動画を見てる視聴者の方1名様にプレゼントしたいと思います。はい、こちらですね、14センチ 740g トップバランスですね。応募条件ですけども、ベイちゃんのチャンネル登録、そして翔平 TV のチャンネル登録、熱い熱いコメントぜひともよろしくお願いします。でこちら当選者発表ですけども、12月の25日クリスマスに発表したいと思います。僕からのクリスマスプレゼントということで、こちら熱い熱いコメント、もう何回でも OK、熱いコメントぜひともよろしくお願いします。それではあらっしゃ。まあちょこちょこ今連絡が来てるんですけども、告知というかな、お話を軽くしたいんですけども、最近ですね、野球教室や少年野球、中学野球の取材やイベントに呼ばれることが多くなっております。まあこの時期はもうね、11月12月オフになると思うんで、そういうイベントがあると思うんですけど、まあ、そこにぜひとも土日であれば参加できると思うので、積極的に呼んでほしいなというふうに思いました。一生懸命やってる人を僕は応援したいと思ってるんで、野球教室、野球チームの取材、大会の取材、イベントなどなどあれば、気軽にメッセージを、こちらメッセージを送ってもらえれば、都合をつけて、取材行きますんで、ぜひとも呼んでいただきたいと思います。では皆さん、ぜひともグラウンドで会いましょう。それではありがとうございました。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てね。